マンテイ・フィッツ・ジェラルド・ハリソンは、アメリカ合衆国ミズーリ州リーズサミット出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。2歳年上の兄は NBA 選手のシャキール・ハリソン。リーズサミット西高等学校時代は、野球の他にもアメリカンフットボールとバスケットボールにも参加していた。2014年にはメジャーの外野手として、 ドラフト上位候補と評価されていたほか、カレッジフットボールのワイドレシーバーとしてもトップリクルートの一人という評価を受けていた。2014年の MLB ドラフトで二巡目でミルウォーキーブルワーズに指名された。カレッジフットボール選手としてネブラスカ大学からオファーされていたがこれを断り、6月14日にブルワーズと契約金180万ドルで契約を締結。 野球に専念することとなった。同年6月20日に、ブルワーズ参加のルーキー級アリゾナリーグブルワーズでプロデビュー。このシーズンは、同チームで50試合に出場して率一打率、261、1本類だ、オプス、741を記録した。2015年は、A 級ウィスコンシン・ティンバーラトラーズに昇格して4月の、 開幕を迎えたが、6月までの46試合で打率。148、2本塁が、オプス、493と低迷。6月にパイオニアリーグのルーキー級、ヘレナブルワーズに降格した。ルーキー級へ、レナでは7月までの28試合で打率。299,3本塁打、オプス、884を記録していたが、7月21日の試合で、 総類中に左足首を骨折。以降シーズンは全球となった。2016年は A 級ウィスコンシンで開幕を迎えた。6月23日に左手首の骨折により故障者リスト入り。8月11日にルーキー級アリゾナリーグで実戦復帰し、8月17日に A 級ウィスコンシンに再昇格。このシーズンは A 級ウィスコンシンで75試合に出場し、打率221.6本塁が、オプス631を記録した。2017年も A 級ウィスコンシンで開幕を迎えた。6月に A 級カロライナマドキャッツに昇格。このシーズンは2チーム合計で122試合に出場し、打率272.21本塁が、オプス832を記録。 オフにアリゾナフォールリーグのソルトリバーラフターズに所属し、13試合に出場した。2018年1月25日に、クリスチャン・イエリッチとのトレードで、イーサン・ディアス、ルイス・ブリンソン、ジョーダン・ヤマモトと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍し、ハリソンは、マーリンズ参加に配属された。二千十八年開幕前に発表された MLB.com のプロスペクトランキングで、ハリソンは、 チーム3位の評価を受けた。このシーズンは開幕から終了まで A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプに所属し、136試合に出場して打率、240、19本塁打、オプス、715を記録した。前年同様オフはアリゾナフォールリーグのソルトリバーラフターズに所属し、19試合に出場した。マーリンズは11月に、 ハリソンを40人枠に追加した。2019年開幕前に発表された MLB.com のプロスペクトランキングで、ハリソンはチーム5位かつ全体83位の評価を受けた。開幕は AAA 級ニューオーリンズベイビーケークスで迎えた。6月26日の試合で守備中に右手首を負傷し、7月16日に手術を行った。7月に行われる オールスターフューチャーズゲームに選出されていたが、この怪我により辞退した。8月25日に A90 ピターハンマーヘッズで実戦復帰、8月28日トリプル A 級ニューオーリンズに最昇格。このシーズンはトリプル A 級ニューオーリンズで56試合に出場して打率。274、9本塁打、オプス808を記録した。 2020年8月4日にメジャー初昇格し、同日のボルチモアオリオールズ戦に9番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この年はメジャーで32試合に出場して打率17、171本塁打、3打点、6盗塁を記録した。ありがとうございます。